着。すごいところですわね。こちらも大原家の別荘なのですか？これだから金持ちは。ですと言いたいところですが、実はこちらの知り合いにちょっとだけ貸してもらったの。多分近くにある本来の大原家の別荘で今頃テペロってことになってると思う。あの子たち、わざとチカさんたちに会い居場所を教えてから巻いたわけですわね。イエス。そしたら向こうは逃げられたと勘違いして別の町にある大原家の別荘を探し始める。時間が稼げるわけね。チカさんたちはどうするんですの？多分メッセージをちゃんと理解してくれれば気づいてくれると思うんだけど。でもマリのお母さんに言われたからって本当に来るとはね。私たちのことなんてほっといて新しいアクアを始めなさいって言ったのに。おそらく言われたからではありませんわ。多分何か話したいことがあるのだと思います。ふぅ、フィランチェ到着。どうする？とにかく何か食べるじゃ。賛成。ここまで来てみたものの、マリちゃんたちどこにいるのかな。また待っていれば向こうから接触して来るのかしら。携帯は？何も。多分携帯だとマリちゃんのお母さんに分かっちゃうようになっているんだと思う。そっか。はい、お待たせ。わっ、何これ。でかビステッカ・アラ・フィオレンティーナ、ここの名物だよ。いただくじゃ。よしこちゃんも。あれ、よしこちゃん、よしこちゃん、ヨハネちゃん消えた。あの打天使、今度は自分が行方不明になってどうするの。心当たりはあるとすれば、ヨハネ。え、よしこちゃん、ヨハネってずっとつぶやいてた。たく、いつもいつも。うわー、でっかー。なにこれ、すごい。ドゥオモ。ドゥモ。この町で一番有名な建物だよ。すごいわね、こんな大きいものが街中にあるなんて。ってそれより、あの打天使は？いないね。探し人ですか？はい、そうなんです。ルビーたちと同じ年頃で身長も同じくらいで、いつも騒がしくて。自称打天使の痛い女の子面。ん？なるほど、それはとても崇高なお方。うわヨシコちゃん、何してる、ズラ。ヨシコではありません、ヨハネです。本当に心配したんだから。で、その格好は何？捕まるわよ。落ち着きなさい、凡人リリーよ。ものすごく落ち着いてるって、リリー禁止って言ったわよね。私は今打天使ヨハネではありません。守護聖人ヨハネからこの地で天使の聖母がいるんだね。アクアって、はあ、心配して損した。さあ皆さん、この天使ヨハネの導きによってあの天上界を目指しましょう。天上界？クーポラだよ、ドゥオモの天外。ちょうど本日最後のお導きが空いておりました。はい、お一人15ユーロお納めください。お金取るの？それ単なるチケットじゃん。全然天使じゃないぜ。キラッ！わー、赤い屋根ばっかり。
日本だとあまり見ないわよね、こんなに統一された街並みって。うん、何百年も前からずっと同じなんだよ。へえ、ここの階段急すぎるずら。昔の建物だからエレベーターとかないもんね。満ちている、ヨハネの精霊たちがささやく祝福と福音の空気が。あれは妖精の瞬き。何？合図してるみたいだけど。そういえば妖精の導きって。あの光は、お姉ちゃん、本当にここ？うん、こんばんは。しー、いらっしゃい。今度はつけられなかった？大丈夫、何度も道を変えたりしてここまで登ってきたから。お姉ちゃん、それにしても本当にこんなところまで来るなんて。ママからは何か連絡あったの？ううん、特には。一体何があったの、お母さん？うん、ちょっとね。ここまで来たんだよ、教えてよ、マリちゃん。確かにチカさんたちがかわいそうですわ、このまま隠しておくのは。でも実はね、マリが結婚するの。誰かと戦うの？それ決闘。綺麗好き？潔癖ですわ。面白い話。傑作ね。マルはそのラストが気になるずら。結末ですわ。結界かしら。だから結婚だって。結婚？いつの間に。誰と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 。ウェイト、しないよ。え、カナン、ふざけないで。でも実際このままだったらそうなっちゃうんでしょ。だからそうならないようにしてるんでしょ。もうわかんないよ、どういうこと。つまり縁談の話があるということですわ。しかも相手は一度も会ったことのないような人。どうして？マリの自由を奪いたいから。マリさんのお母様は昔から私たちのことをよく思っていないのですわ。それまで素直に言うことを聞いていたマリが、私たちと知り合ってからどんどん勝手に行動するようになって、高校も勝手に裏の星に戻って、理事長にまで就任して、スクールアイドルに対してもいい印象はなかったのかも。だからって。じゃあもしかして卒業旅行も。そう、ママに分かってもらおうと思って書き置きしてきたの。私はもうあの時の私じゃないって。自由にさせてくれないなら戻らないって。計画的犯行じゃない。まさかここまで必死に追いかけてくるとは思わなかった。